アニマシェン。今年の一年は粒揃いと聞いたが、なるほど。君の受け持ち。あの事件、これが今回のトーナメント表か。じゃあ、呉服屋の借金はすでに完済されているんだ。呪霊の方が君たちより利口だな。すまない。私がそう言ってるんだから佐藤の方がいい。発言には気をつけろ。君のような猿は私の世界にはいらないんだから。直接現場を確認しました。僕がスグルの呪力の残影を間違えるわけないでしょう。いや、何それ。何かすっきりしない顔だね。これで仕事をしたことになるのかな。だから店の権利書を取り返してきてやるって。いや、肩が重く息苦しくなる時がありますね。動かないで。一人は寂しいよ、スグル。心配すんな、俺も一応ヒーローやってんだからさ。でも使い方次第で何千何万もの磁力の結び目を読み、一つずつ解いていく。ああ、あのでかい音はその時のか。ちょっと行ってくる。いや、違うか。私は高専関係者に顔を見られるわけにはいかないから、ここで帰らせてもらう。はえ？獄門鏡を使う。君たちにそんな情があるかは知らないけど。面白えじゃねえ。変われ。へえ。ああ、定員1名。中の人間が自死しない限り使用不可だ。特級呪物。興奮するな、熱くなる。くそ、もう一回だ。おーい、顔壊れてんぞ。なこと言われても他に何もねえぞ。分かったから早く肉くれよ。あー、たく怪人だけじゃなくてあんなチンピラまで相手してたらキリねえな。なんか余計退屈になりそうなんだけど、理想について考えるか。相手もいろいろ準備してただろ。えげつないな、お前。おい、緊張してんのか。口喧嘩しに来たわけじゃないし、叩き潰してくれるって言うなら楽しみにしてるぜ。あんまり強くなさそうだけど。新人潰しに A 級1位が出向いてくるとかよ。あ、新人潰しじゃなかったのか。じゃあ何だったんだよ。え、新人潰しかもしれないぞ。ま、今俺が金欠ってのもあるんだけど、ポンコツの、いや伝説のなんとかの。あ、お前は確か下着泥。